はい、皆さんこんにちは。今回はメルセデスベンツ S クラスの S400 の紹介をしたいと思います。現行モデルですね。こちらの車はお客様の要望で仕入れた1台になります。カラーはダイヤモンドホワイト、グレードはレザーエクスクルーシブパッケージ、内装は黒を基調としています。で、ちょっと紹介に入る前に一つお話ししたいことがあるんですけど、この S400 は低走行に加えて更年式です。で、こちらの1台を新車で購入しようとした場合1140万なんですが、今回お客様には700万円台で購入をしていただくことになりました。かなり安くないですか？なぜ外車がこれだけ安い値段で購入できるのか、その辺のノウハウはまた後日別の動画で紹介させてもらいたいと思います。では早速 S400 の紹介に移りましょう。ではフロントから見ていきましょう。ヘッドライトはマルチビーム LED、 中見てもらうとすごい面白い構造をしています。この下の部分は日本庭園の枯山水のようになっていて、うねりがあるのがよく分かるようになっています。そしてここ青いの分かりますか？細かいですけどこういうところがおしゃれですよね。ヘッドライトだけでもデザインとか造形にこだわり抜いているのがよく分かります。こちらにはベンツのエンブレム、グリルはメッキで覆われた3本ラインのデザイン、下にはダクト、こっちは2本ラインになっていますね。引きで見るとシンプルなんですけど、やっぱりベンツは細かいこだわりで他社よりも一歩進んでいる感じがあります。続いてサイドは足回りから見ていきましょう。ホイールは19インチ、5本スポークのものを装着、キャリパーにはメルセデスベンツの文字が塗装されています。で、ちょっと個人的に好きなポイントなんですけど、ベンツのドアってすごい重厚な音がするんですよ。この音だけでもいい車に乗り込んだっていう感じがしますよね。そしてこのサイドから見た時の天井からリアにかけてのボディラインが滑らかですよね。全体的に角がなくて丸みがあるボディをしています。はい、リアです。テールランプの中も変わった表面になっています。バンパーは左右出しマフラーに合わせたデザインになっています。覗き込むと片側2本出しでした。荷室はこんな感じです。奥行きがかなりあるんで長いものでも積み込めそうですね。では内装を見ていきましょう。ちなみに鍵も他のベンツと違ってこんな感じのデザインになっています。毎回ベンツの内装を見るときに思うんですけど、どこから紹介していいのかがわからなくなります。それぐらいクオリティの高い内装になっています。まず運転席からの眺めはこんな感じです。造形美って感じですよね。メタルウッドのラインが曲線を描いてつながっているとこや、ドアのデザインなんかはベンツ独特だと思います。慣れてなさすぎてドアノブの位置が一瞬わからなくなりました。メーターとナビはつながっていて1枚のモニターになっています。未来的なデザインですよね。ナビ操作はこちらでできます。そして座席の形もあまり見慣れないですね。室内灯もシャンデリアの一部のようなデザインです。サンルーフは前から後ろにかけてかなり広範囲に展開されています。続いて後席です。前席同様シートは本革、真ん中にアームレスト、ドリンクホルダーが2つついています。後席用エアコンももちろん完備されています。はい、というわけで以上がメルセデスベンツ S クラス S400 の紹介でした。外装はシンプルでもちゃんと高級感はあって、細部まで見るとこだわりが溢れ出してくる、そんな1台でした。内装に関してベンツは本当に車業界の最先端を行っているような気がします。特に運転席からの眺めは最高でしたね。運転するたびに優越感に浸れるんじゃないでしょうか。気になる外車をお得に手に入れたいという方はぜひゼニスまでお問い合わせください。以上、メルセデスベンツ S クラス S400 の紹介でした。